アゼルバイジャン民主共和国は、1918年から1920年にかけてアゼルバイジャンに存在した国家、アゼルバイジャン人民共和国とも称する。ロシア革命に伴い、民族主義政党を中心として独立を果たしたが、イギリス軍に占領されたためにやってきたロシア、社会主義連邦ソビエト共和国の赤軍に、 バクーを陥落されて、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国に発展的、解消する。1918年5月、民族主義政党のミュザバト党が中心となり、ギャンジャで独立宣言を行い、9月にはバクーを征服した。イスラーム教徒が主体となって樹立した、イスラム世界初の共和国だが、政教分離、信教の自由を定めた世俗憲法を持ち、多党制による、 議会政治が図られた。1919年のパリ講和会議にも代表を派遣した。しかし、ナゴルノカラバフなどをめぐってアルメニア第一共和国と戦争に突入し、議会も多党制で安定せず、さらにバクが石油の産出地であり、軍事戦略的に重要な都市であったことから、政治的独立を維持することは極めて困難であった。1920年、 赤軍によって、クウが征服されて、ソビエト政権が成立し、アゼルバイジャン民主共和国は2年と持たずに滅亡した。その後、ロシア共産党は、アゼルバイジャンとグルジア、アルメニアを統一し、1922年末にザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国を成立させた。ありがとうございます。